クレープ食べてたら視聴者さんに話しかけられた藤真です。今日も仮想通貨ニュースとビットコイン、イーサリアム、リップル、FTT のチャート分析をしていきたいと思います。はい、じゃあ早速いきたいと思います。まずね、イーサリアムのアップグレードが無事に完了しました。上海というアップグレードだったんですけども、メジャーアップグレードの名前はね、上海をプラス、カペラってことで、シャペラっていう風にも言われてるらしいです。はい、で予定通り日本時間の7時半ぐらいにハードフォークを通じて実装されました。2022年の大型アップグレードザマージ以来の、大きなアップグレードになりましたということで、で今回そのステーキングされてたイーサリアムが、まあ、引き出し可能になりましたと。で、イーサリアムエクスプローラーによると、アップグレード完了後の30分間で5400イーサの出金申請が、まあ、処理されたと。まあ、そんな多くないよね、5400イーサぐらいだとね。引き出し方法はこれまでロックされてた蓄積分のステーキング報酬のみを引き出す部分出金と、バリデータを解除して32イーサの預け入れ金額をそのまま引き出す完全出金の、まあ、2種類存在しますと。ただし、まあ、グラスノードの分析によると、これまでにステーキングされた累計1800万イーサのうち、上海のアップグレードの後の1週間で実際に流動化する、だからまあ世の中に流れるのは17万イーサ程度にね、とどまると。これはね、全体のステーキングされたのやつの 1% にも満たないらしいんですよ。だからほとんど出金はないんじゃないかと、いうことになります。全体からするとね。うん。これまでのステーキングの、累積報酬額のうち10万イーサ、250万円、億円相当が引き出され売り圧になると予測するものの、まあ、引き出し制限により1日あたりのアンステーク数は限られると、いうことなので、まあ、そんなにね、影響はやっぱりないかなと。まあ、じわじわ売られるっていうことになるんでしょうけど。で、1週間で累計報酬合計と引き出し可能な預け入れ額の最大153イーサが全て売却されるという最もネガティブなシナリオでさえも、昨今の周辺金出来高で吸収しきれるという範疇の見方を示しましたと。で、その場合、周辺金出来高が2倍に上昇して、イーサ価格が 8% 下落する可能性があるものの、FTX ショックの、動きよりははるかに、まあ、小さいということになりそうだということですね。はい。まあ、なんで、まあ、かなり限定的ではあるということなんですよね。ただね、その量で言うと、今出金申請があるのが、65万イーサなんですよね。65万イーサ出金を待機している状態で、実際に出金されているのが6万3000くらいなんで、まあ、今すでに売られたやつの10倍ぐらいが、まあ、これからね、売られるという、このステーキングから出金に、まあ、放たれるということに、まあ、なるということであります。はい。まあ、ただ、価格がそんなにね、動かすようなものではなくてよかったと思います。はい。じゃあ次のニュースが、仮想通貨企業へのベンチャーキャピタル投資が、2023年度第一四半期も減少続きましたということです。これね、今この出してる図によると、ギャラクシーデジタルのギャラクシーリサーチが発表したレポートなんですけど、2020年の第4四半期以来最低額となる数字になりましたと。ベンチャーキャピタルとしてもやっぱり今あんまりね、仮想通貨企業に投資するのは美味しくないというふうに、まあ、判断されているということなんだと思います。ちなみにピークは、バブル崩壊後の、2022年第一四半期ですね。去年の1月から3月がマックスだったと。それと比べたら、まあ、今 80% ぐらい、まあ、減少している状態ということになります。ちなみに投資先としてはアメリカを拠点とする企業が 42%、 その次がフランスということになっているそうです。はい。で、次のニュースがですね、FTX がお久しぶりにちょっとニュースが出てたんですけども、デラウェア州の破産裁判所で開催された公聴会によると、FTX が今ね、1兆円ぐらい資産を保有してるという、意外と結構あると実はね。それで、まあ、取引所の再開を、まあ、検討しているってことを、まあ、報告しましたと。
FTX が取り戻した資産はだいたい8200億円ぐらいで評価されると。であと現金と流動性のある仮想通貨を合わせてだいたい1兆円ぐらいあるということになっておりますと。で将来的に仮想通貨取引所を再開するという選択肢については関係者と交渉していて、今の四半期4月から6月の中にそれを決定するということになっているので、また6月までに、まあ、その FTX が取引所として再開するかどうかっていうのは動きがあるかもしれません。ただ今ね FTX に凍結されている資産ね、 FTX ジャパンの方は出金の方が進んでますけど、グローバルの方はまだね凍結されている人たくさんいますので、まあ、それがどのように扱われるかについてはまだ詳細を、まあ、説明してないっていう状態になっているそうです。はい。でね、まあ、そういう話が出ているので、 FTX の FTT トークンが1日で2倍とか爆発してるんですよね。これ今チャート分析そのまましちゃおうと思うんですけど、もうずーっとねだだ下がりで破綻した、まあ、去年の11月ぐらいに、まあ、1ドルぐらいまで落っこちましたと。でそこから、まあ、このレンジみたいになってるんですけど、まあ、1ドルから、まあ、3ドルぐらいの、まあ、レンジの中で推移してて、まあ、そのレンジの上限ぐらいのところにタッチしているような状況になっておりますので、まあ、ここを抜けたらねかなり強く戻しそうな動きはあるんですけど、まあ、ただのマネーゲーム化している可能性があるので、まあ、今このタイミングでは買わない方がいいと思いますが、もし FTX が再開するとかってなったら、まあ、また爆上げる可能性はあるかなと思います。はい。ちょっとこれまあテクニカルが効くっていうよりは、まあ、FTX がどうなるかっていうところで、まあ、結構上げ下げすると思うので、あんまりちょっと手出さない方がいいかなとは思ってますね。はい。とりあえずでも1日で2倍になったっていうのはね、やっぱり結構期待感は強かったのかなと。で出来高も結構ボンと入ってるので、しっかりねこれから上げてくる可能性はあると思います。はいはい、そんなところですかね。じゃあビットコイン、イーサリアム、リップルの順でチャート分析をしていきたいと思います。ビットコインはねあんまり値動きがなかったですね昨日ね。今3万ドルジャストぐらいを推移してます。で今のこの3万ドルのところで、まあ、ちょっと横横した状態なんですけど、やっぱり一回ちょっとねこの2万9000ドルぐらいのレジサポラインに裏タッチしてくるような動きはしやすいのかなと思うので、まあ、ロングしたい人は、まあ、それぐらいまで下まで引きつけてから、まあ、逆張りでロングしていくのがいいんじゃないかなと思います。で、目先のターゲットとしては、まあ、3万2000ドルですね。去年の、夏ぐらいに、去年の5月ぐらいか、に、上げてたポイント、になるので、そこはまあ、一旦ちょっとね、利確が入りやすいかなと思います。はい、あとイーサリアムですね。イーサリアムもあんまり大きな動きはなかったんですけど、でも昨日ね一旦やっぱりイーサリアムのそのアップデートがある時間帯でストンと下げたような動きはありましたね。ちょっと1時間足でね表示してますが、これねまあストンとやっぱ落ちてはいるんだけど、直近のレジサポの1850はまあ割らせなかったということになってるんですよね。で結局も全戻しして今1920ドルとかなんで、まあ、全然チャート崩れてないんですよね。だからこのままちょっともじもじ上に上がりやすいとは思いますが、まあ、結局でもねただこれちょっとウェッジっぽくなってはいるので、2000ドルぐらいに行ったらちょっと利確の売りが入ってストーンとね落ちるみたいなね、そういう動きはあるんじゃないかなと思うので、まあ、ロング持ってる人はまあ2000ドル付近ぐらいでまあ利益確定しといた方がいいんじゃないかなとは思います。はい。うん。じゃあ XRP ですね。 XRP 相変わらず弱いので、あまり期待できませんが、0.5 ドルぐらいを推移しております。で、まあ、トレンドラインはバチクソに効いてる感じで、今斜めの線と、上昇のチャンネルが、まあ、クロスするこの 0.5 ドル付近で、まあ、買い支えされているような状態ですね。この辺で押し目作ってから、まあ、仮想通貨全体が大きく上がるときに上がるとは思うんだけど、3月23日の、この 0.59 ドルのところはちょっとね超えられにくいかなと思います。この辺大きな平行チャンネルが結局、バチクソに効くんで、そこでやっぱり利確されてまた 0.5 ドルに落ちるみたいな動きしやすいんじゃないかなというふうに思います。はい。そんな感じで今日も仮想通貨ニュースとチャート分析配信してきました。ちょっとね思ったよりイーサリアムのアップデートで値動きがなかったので微妙だったなと思います。あとね CPI の発表あったけどそれもあんまり値動きなくて、昨日は株も下げていますので、次なんだろうな、あんまりちょっとね大きな
こう気になりやすいイベントはないんだけど、トレンドとしてはまだ上継続ですので、まあ、現物については、まあ、上昇に乗った方がいいし、レバレッジ取引も基本的にはおすすめでロングなのかなと思います。はい、あとね、メンバーシップは引き続きまたメンバー動画やっていこうと思います。月990円で、週1回のメンバー動画と、あと月1回の S 業と動画やろうと思ってますので、メンバー入ってないという人はぜひね、仮想通貨の次のバブルまでね、入っていただきたいなと思います。そして、キャンペーンとしては、バイビットでね、引き続き、3万ドル、400万円分ぐらいの US ドルテザーが初回登録で、もらえるキャンペーンやってますので、ぜひ、コメント欄の一番上から登録してみてください。そしてチャンネル登録と動画のグッドボタンよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤丸でした。仮想通貨投資なら大人気の取引所、バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤原の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。